Me. おはようございます。ご苦労さん。さてと、全員揃ったかな。あの、横山工場長がまだ。横山君が？もう時間だろうが。はい。帝国だよ。連絡不意義届きだな。総務の怠慢じゃないの？まあまあまあ、総務も懸命に頑張ってるんだから。誠に申し訳ございません。ちょっと見てきます。失礼します。マニシ君、どうなってるんですか。まったくハラハラさせますね。何？お見えになりました。いやどうもどうも。少し遅れたようですな。どうしたのかね、横山。ちょっとした事故に遭いましてね。事故？私の乗った車じゃなかったんですが、事故を起こしたのが我が社の車だったもんですから。それで？うちの車の品質には問題はありませんでした。単なるドライバーのミスだったんで、ご心配なく。相変わらず研究熱心で結構なことだ。しかし、会議を何だと思ってるんだ。会議は甘く見てもらっちゃ困る。会議が必要だから会議をやるんだ。おざなりの顔見せならその必要はない。申し訳ありませんでした。分かればいい。では始めようか。おい総務。はい。昼飯は何だ。あ、いつものように花月の弁当です。うん、同じものか。脳のないこったな。飽きたな。大至急別なものを手配したまえ。ですが社長、もう注文済みですか。できんというのか。いえ、では何をお召し上がりになりますか。ああ、それぐらいのことは自分で考えろ。はい。ねえ、今日はあんなめちゃめちゃ社長じゃないのに。まあ、いったな。こんな時に弁当のことを考えなくちゃならないんだって。だからといって店員を持ってわけでもいかないしね。いや、そうですよね。私としてはお買いが一番いいんですがね。いや、そうだ。そこでだ、工場を代表して横山君の考えを聞きたい。はい。それじゃあ忌憚なく言わせていただきましょう。第一、営業が分かっとらん。なんでです。それじゃあまるで営業がだらしないとでも言うんですか。そうは言うておりません。ただ、さっぱり自覚されとられんよ。君、それは言い過ぎというもんだ。いやいや、横山君の言う通りだよ。いや、ちょっと待ってください。そこで北野さんに安心されても困る。流通に問題なしとも言えませんぞ。横山さん、今の足と傷せになりませんな。私は事実を申し上げているに過ぎない。今日は荒れてますわね。やはり横山工場長が台風の目になったか。あの人は本音の人だそうですから。はい、お茶。あ、はい。あ、ちょっと待って、紅茶にしよう。どうして。どうぞ。なんだいこれは。私の飲みたいのは日本茶だよ、日本茶。はい、でも。君。はい。ロッペータさんの言う通り。いやいや、昨日吉沢さんが入れてくれた紅茶が美味しかったから。みんなにめでてあげようかな。うん、山口君、弁当はどうしましょう。そうですよね。困ったね。そんな目にうちはやってないよ。頼むよ、神様、仏様、おばさま。よし、他ならぬ六さんだ。やってやろうじゃ。本当？ああ、よかった。頼むよ。
そんなことは言ってない。今言ったじゃないか。そうじゃないんだ。上に立つ者が保守的になっていて一体何ができるということだ。立場だけで物を言わんでほしい。君こそ保守的じゃないか。何を言うのかね。君は事の重大性がよく理解できてないんじゃないか。その通り。営業さんはいつも自分のペースで事を進めたが。はあ、迫力ありますね。それより昼食の方大丈夫なんだろうね。ええ、なんとか間に合うと思います。それならいいんだけど。まだいています。いやいや、冷えたならブランデー入りの紅茶もいいですよ。ライバル社が次々モデルチェンジをしてるからといって後をかけてばかりってどうなるんだ。本当にユーザーの身になった車作りこそ考えるべきだとこう言ってるんだ。駐車場が遅れてます。よし、おい、飯にするぞ。お待たせいたしました。どうぞ。君、これが昼飯かね。はい、緊急時には炊き出しがふさわしいと思いまして。炊き出しね。こんなもの久しぶりだ。社長、思い出しますな。先代社長が30代、社長がまだ20代、私なんだハイティーンですね。そうそう、みんな若かったね。先代と社長が議論を始めたら、終わらなくても往生しました。そうそう、先代社長の奥さんが作ってくれたおにぎりをな、夜中みんな吐くつぎながら日本の自動車の将来を語り合ったもんだ。当時のひたむきな気持ちをもう一度思い出す必要があるな。そうですな。おかみ。はい、ただいま。はい、これ。これ花月のお弁当じゃない。こんな豪勢なもの私に。ほんの気持ちだよ。たまには人の作ったもの食べるのもいいじゃないですか。そうかい。じゃあ、遠慮なく。あ、はい。あれ課長、治ったんですか、腹の具合。うん、吉沢君のおかげでね。しかし、こういう後始末だったら大歓迎ですね。ほんと、さすが六さんだよね。私、お昼軽くしといてよかった。やることが憎いじゃん。ねえ、係長。あららら、肝心の山口君は。あ、そういえば、あれ、あいつ来ないつもりか。じゃあ、これがもらっとこう。あ、ちょっと待ってくださいよ。係長、二つも来るんですか。うん、うちの息子に少し味わわしてやろうと思ってな。やることがせこいの。せこい。あ、やっぱまずいかな。でも残ってももったいないしな。せこいって言葉に弱いんだからね。しかし、ベタなやつ何やってんだ。早く帰ってきて。ピシッと言ってるからな。おいしいね。はい、ありがとう。総務に大切なのは何よりも誠意なんですね。